初代アングルシー伯爵、アーサー・アンズリーは、アイルランド出身のイングランドの政治家、貴族。1614年7月10日、アイルランド貴族の初代バレンティア詩爵、フランシス・アンズリーとその妻、ドロシーの間の長男として、アイルランドダブリン・フィッシャンブル通りに生まれる。1624年に、イングランドへ移り、1630年から1634年まで、 オックスフォード大学、モードリンカレッジに入学し、バチェラー・オブ・アーツの学位を取得。1634年に、リンカーン放送院でも学ぶ。1640年に、アイルランドへ帰国。応答派による、オックスフォード議会の議員となったが、後に、共和派となり、1645年には、オーエンド・オニールの反乱計画を阻止するため、アルスターのコミッショナーに就任した。 1647年には、ラドノージャー選挙区から選出されて、庶民員議員となった。1658年に、五国教、リチャード・クロムウェルが召集した第三議会において、ダブリンシティ選挙区から庶民員議員に選出された。また、1660年2月には、国務会議の議長となり、同年4月の仮議会では、カーマー前選挙区から選出されて、庶民議員を務め、 王政復興を推進した。1660年11月に父が死去し、バレンティア主爵位を継承し、ついで1661年4月にイングランド貴族アングルシー伯爵に除された。チャールズ2世の治世下でも徴用され、1667年から1668年にかけては海軍主計長官、1673年から1682年にかけては、 王子少書を務めた。1686年4月6日に死去した。爵位は、長男、ジェームズ・アンズリーが継承した。1660年11月22日の父、フランシス・アンズリーの死により、以下の爵位を継承した。1661年4月20日に、以下の爵位を新規に延ぶされた。1638年4月24日に、裁判官、 ジェームズ・アルサムの娘、エリザベス・アルサムと結婚。彼女との間に以下の子供たちを設けた。ありがとうございます。